今宵も始まりました、 K 様のお悩み相談のお時間です。呪い、いやこの回もね、なかなかやってきた。またここのドアの前にやってきたよ、ね、第1弾、第2弾、第3弾と、フーリガンがお悩みに来てくれたこの場所で、クラブアライブという場所に降臨したわけだが、今宵のお悩みる子羊ちゃん紹介しよう。じゃん、こちら自己紹介。子羊のアンブレラユイです。はい。なんか撮ってくれてる人がいなくなってしまいましたけれども。自動ですね、ここは。自動ですね。こうなんていうこうセーフな感じでしょうか。ね。ユイちゃん。はい。ユイちゃんね。ユイちゃんなんですよ。ユイちゃんと捕まえてきたわけですけど、噛んでるよ。もう噛んでる、髪がいいんだよ。これはゆるい番組だよ。あ、帰ってきたカメラマンがね。はい、ゆるい番組だよ。さあ、それじゃあ。悩みをね、私は解決してあげよう、テロリロリ。あ、もうほんまについ最近のことなんですけど。最近、お、はい、いいじゃん、旬で、旬の悩みじゃない。そうなんですよ、ほんまに悩んでて、私、今一人暮らしをしてましてですね。すごい生活感出てる、大丈夫？大丈夫ですよ。大丈夫なの、アンブレラさんってバンドは。私、猫をね、飼うか悩んでいるんですよ。ほう、猫好き。猫好きなんですけど。猫好き。あ、来た。猫好き来たよ。ただね、ちょっと問題があって、問題がある。僕が買おうと思ってるわけじゃなくて、僕の親戚の小学生の子がいるんですけど、はい、複雑だね、なんか。そう、その子が欲しいんだと。どういうこと？一緒に住んでるってほぼね、いや、家が近くて、で学校も便がいいと、移動の便もいいからっていうので、よく、ほぼ住んでおりますわ。ほぼ住んでる。はい、なんか家に一軒家なんですよ、一人暮らしといえども。でかいね。そうなんですよ。こいつは金持ちなんじゃないか。いや、おばさんからいただきますね。金の匂いちょっとする。ね、あの先に。それでね、なんか、まあ、住むところが、そのいとこの方が住んでる子が、家がちっちゃいから、育てるのなら、こっちで育てさせてくれないかと。ああ、そうね。その子一人じゃちょっと育てられないよ。そう、あと家がちっちゃいと、そっち側ちっちゃいし、結構家族多くて、そっち側がちょっと窮屈やから、一人暮らしで一軒家やったら一軒来る、一軒じゃなくて一部屋くれよと。マジかと思って。マジかと思って。そうそう、猫飼うのはいいんですけど、僕あんまり猫とか動物はあんま飼ったことがないので。あ、ないんだ。今までの経験は。今まではね、室内じゃない、室外で犬を飼うてたんですよ。犬か。犬、白い犬を飼うてたんですけど。猫はないね。猫はないんですよ。だからちょっと飼い勝手が分からなくて。聞いて。マジっすか。私、そう、猫めっちゃいるから。いるんすか。もともと猫か。ね、もともとね、こう20匹最高で飼った。猫ですか。そうだよ。猫と生きてきたもん。猫と生きてきた。猫と人とは生きてきてない。猫と生きてきた。それすごいな。猫と鳥ね。鳥と猫。そう、鳥と猫頑張って仲良く。犬はね、ないんだけどね。ちょっとしたムツゴロウですね。そう、ね、猫王国だから。猫。すごいな。あ、飼い方を何知りたい。そうなんですよ。いるものとかはいろいろちょいちょい聞いてるんですけど。まずね、あ、そうか、いるもの知ってる。いるのは知ってるけれども、そう、なんかメリットあるじゃないですか。猫を飼って飼うと、いろいろ聞いたんですよ。ゆうくん、今日ってどっち？雨宿り。いいんだよ、しゃべって。雨宿りでいいよ。何の話だ。ちょいちょい入ってくる。そうなんですよ。雨宿り。猫をね、飼うにあたってやっぱりいろんなメリットとデメリットがある。でも知ってる。なんか話を聞いてると、もうすげと爪とぎまくって。あ、そうね、家ボロボロになる。そう、家ボロボロ滅びるよって話になって。そんなにひどくはない。そう、リフォームしたてで綺麗なんで、ちょっとその辺どうなるかなと思って。そうだな、しつけだよ。そう、しつけ。真面目に答えますね。なんかここいつも真面目に答えちゃう。真面目に答えると何よりも、なんかしつける。猫ってしつけできるんですか。できるよ、頭いいんだよ、人間なんかより。あ、待ってるか、お前ら。そうだぞ、猫神様はな、頭がいいんだよ。猫バカにするんだよ、日本語すごい伝わるよ、喋るもん。喋る喋る、嘘じゃないよ、喋るんだよ、猫は。猫ね、だからどういうしつけとかも知らないし。多分ね、爪を研いじゃうのは、爪をどうしても研ぎたいの。猫は爪を研ぐ習性がありますよ。ありますので、なので、爪研ぎというものを絶対用意しておいた方が
いや、それで爪研ぎでここで研ぐんだよってことを教える。で、トイレもここにトイレをするんだよってことを教える。それを教えるっていうのはもう連れていくんですか？ここ、そうそうそう、ここだよって、うん、で、こうやってごらんってやっと、こうやってやってくれるから持ってやるんですか？ここやで。そうそうそう。で、たまにストレス発散するために壁とかにやろうとするときは絶対ダメって怒んないと。もっと間違いない。そうそうそう。違う、そういうことじゃない。まあ、ちゃんとこうパンって叩いたりして違うよっていうことをあってピクってなるから、あ、そこはダメなんだっていうのは覚えたって言ったら、猫ってしつけっていうのがある。そう、しつけ、本とか載ってます。でも私はしつけというよりは何よりも一緒に住むという愛情だと思う。愛情、愛情を与えて与えられるんだよ、ゆうちゃんにね、猫ちゃんに、神様に与えられて、与えて、与えられての、あいあい傘で、うまいこと言ったろ、うまいこと言ったぞ今。まとめたね、まとめた、あいあい傘、あいあい傘を育んでくれ、猫ちゃんと。まとめられて、あれは大丈夫、あなたならできるよ。ちなみに、ね、猫20匹飼ってたら部屋どうなってるんですか？もう、割とね、なんとかなってたよ。ちゃくちゃない。いや、全然もう、いい子ちゃんたちですから、うちの子たちは。うわー、めっちゃ猫かーってなってるけど、もう全然、猫まみれで、猫まみれで幸せでいつも過ごしてる。今、ちなみに4匹しかいないけどね。ちなみに、お留守番をさせる場合はどうするんですか？あ、普通にお留守番してって。で、ビスケットを置いておけば食べるから。ただ、外泊とか、ずーっと旅行行っちゃう場合は誰かやってないと、やっぱ厳しい。出てきたら、怖いな。多分、死んじゃうから。それがね、先生、その子供来るから、いいと思うんですけど。そこには、だから親戚にちょっと預けて、つらい時とかは預けるしかない。やっぱ、3日とか4日とか1週間といないと、さすがにまずいかしし。ね、ご飯用意するだけじゃあれ、うん、腐っちゃうしね、ご飯もね。あ、びっくりした、猫が腐るのか。まあ、それはな、1ヶ月もないからファイバーするかもしれないけどな。それはないけれども、猫、本当に今ちょっと、一番の悩みだったんで、よかった、聞いて。いや、でもね、多分あなたはこれを悩んでるけども、絶対猫は飼おうと思ってるよね。ちょっとね、もう一緒にいようって思ってるよね。もうこれぐらい来てるんで。あ、いや、絶対、押してあげる、背中を。あ、背中を、猫の背中を。痛い、痛いけど、大丈夫か。おそらく飼う。よし、飼う気になったようだ。猫は大切にしろよ、人間よりもな。それじゃあ大切できたかな。できました。ありがとう、今宵もゆるいコーナーをありがとうございます。こちらこそ。よかったよ、解決できて、いい悩みだった。それじゃあそろそろ私はこの辺でテロリロリンとおしべ帰ろうかと思う。20匹によろしくお願いします。10匹はもう星になっちゃったけどな。マジかよ。それではテロリローリ置いてけ。